撮ってるんですね。撮ってる撮ってる。私の生活状況のこと聞きたい。まあだからみんななんで語呂もしててできないのかっていうのを疑問に思ってるわけですね。で勉強してないだろうっていう意見がいっぱい来てるのですが、ああまあそりゃまあどう、そりゃまあそう、勉強してないとしてないというか朝起きれないんですよ。大問題。いや別に朝起きなくたって勉強はできるわけで、まあリズムがうまく作れない。リズムの問題なの勉強って。してないというか、してない意味がわからない。まあそもそもだってほら五郎で数二 B 範囲学習終わってないですって言って、そんなのありえないっしょみたいなのね来てたりとか、漢文もほぼやってないとか、やってないやってないだらけだけど一体どうなってるんだっていうことなわけです。まずじゃあ朝起きれないんですよ。で何時に起きてんの？だから昨日とかだと11時12時ぐらい。今日は昼、今日はなんとか10時ぐらい予定入って、や一応朝には起きれますけど、予定入ってなかったら昼ぐらいになっちゃう。予定って何なの？ご浪で浪人生活なの？まあさすがに全く何も仕事しないわけにもいかない。別にもうお小遣いもらえないですか？多少仕事行く時とかはみたいな感じで仕事に。仕事はバイトってことね。そうですね。日雇いのバイト、どんなのがあるのか分かんないけど、引っ越しとか倉庫。倉庫、うん、倉庫スーパー。本当は森鉄さんを真似てコンビニやろうとしたんですよ、うん、したんだけど4日でクビになっちゃいました。クビになったの？クビになったの。なんで？それで親からコンビニバイト禁止令出ちゃう。コンビニバイト事実上もできなかった。いやいや、まあ、俺もトラウマになったんで4日でクビになった。いやいや、なんでクビになったのよ。使い物にならん。なんか激凛に触れたらしく、態度悪い。態度が悪い。態度が悪いってわけじゃないけど、どっちなんか動きが鈍い。ああ、なるほどね。ボロい。コンビニで、なるほどね。スーパーでは大丈夫なんかって思うけど。まあ、ただスーパーはほら、別にって要は毎回雇用されて毎回クビになってるもん。いや分かる。来なくなりゃ。それは分かるけど。わけです。そのコンビニの場合本当に定期で働く感じだった。でもいや、スーパーって言ってもほら独立してるわけで部署。その中のだから品出しなのかとか。あ、品出し、ほぼ品出し。じゃあレジはやらないわけね。あ、そうだよ。無理。無理。レジ無理って。はい。毎朝その一日の勉強は起きてからどうなってんですか？起きてからご飯食べなきゃいけないからご飯食べて、朝兼用で兼用のご飯を食べて、はい、で部屋戻ってやったりとか、たまに図書館行ったりとか。いや、まずその内容だよ、何をやってるのかだよ。ああ、英語数基本エース。何年エースなの？そうですね。で物理、たまに物理基礎で科学基礎か物理基礎かどっちか。国語とか社会とかも合ってないっす。物理基礎、科学基礎。物理科学はやってないの、理系だけど基礎なんやれないっす。やれない。なぜできないことをそんなにどうぞと言うのか分からんけど、まあまあまあいいや。それじゃあちょっと一日どういう感じで、ぼんやりじゃなくて。いや、もう日によってバラバラなんで、ぼんやりって言われても。だって卓郎なわけで、うん、そうですね、卓郎、卓郎で日によってバラバラなんでって終わらしちゃダメでしょ。いや、本当は本当にそれかなり、これ平さんの動画とかで言ってたんで、僕もシステマチックにかなりしたいけど、うん、なかなかうまくいかない。バラバラに適当にやってても、そりゃそうでしょう、うまくいかない。いや、本当にそれは本当思うんですよ。だけどなかなかやっぱり行動に移せない。そこは悩みの種です。でやっぱそれはやっぱ朝ちゃんと決まった時間に起きるっていうことできてないのが一番の原因だ。それだけじゃないと思うけどね。別に朝なんか起きなくったって勉強はいくらでもあるじゃん、する時間で。12時に起きたって12時から夜中の3時って考えた場合めちゃめちゃいっぱいあると思うけど。ただ僕あと寝るのにすごく時間がかかっちゃうんですよ。2時間とか寝るのにかかっちゃったりする、うん、今日とかも2時に寝ようとして4時に寝ました、うん、眠りに入るのが4時とか5時ぐらい。生活がめちゃくちゃだからっていうのはあるのかもしらんけど、それにしたって別に勉強時間はいくらでもあるわけで、そんなのは言い訳にできないから、どうやってるのか1日のなんかでいいから言って。昼12時ぐらいに起きて勉強して そこだよ。昼勉強してで終わらしちゃうから、だから全然ダメなわけで、そこが一体何時から何時までで一体何をやってるのかっていうのを知りたいわけ。何時から何時まで何を、まあ英語数学。いやだからそれで大雑把すぎるんだってば。何時から何時、大岩の、いや特に決めてない。もう何ページまでっていうふうに決めて、大岩の初めの英文法、大岩の初めの英文法、英語長文、英語長文をやってます。もう何年もやってるか知らんけど、それも何年もやってる、何年もそれをやってますね、同じの。はい、あとたまに英文法レベル別の
レベル2。レベル2を何年やってるんだもん。ね、何年もやってないけど、これ。何年やってんだよ、それも。あれ、だって中学校のやつだからね。高校入試の問題だから、レベル2。そう、そのレベル2は高校入試ですか。それを何年やってんの、まあ、いや。で、英語やったら、基本的にもう別の教科やるんで、数学と。うん、数学は暗記攻略っていうやつ、寸大のやつ、うん、共通テストとかセンター試験、英語のまずやって、それがどれぐらいなわけ、時間として、何時間とか、時間、いやもう何ページ時間じゃなくてページで、じゃあそれでどれぐらいの時間かかるの、だってもう過去にやってる問題なわけで、いや結構かかります、3時間、3時間何ページ進むの、それが、これがかなり遅い。いやでも3時間って言って何ページで、大体3時間3、4ページ、3、4ページで3時間か。これが遅いのが大変。もうおやつの時間になっちゃいますけど。はい、おやつの時間。で、その後は？え、まあ数学やって、数学もだから3、4ページで3時間、4時間ぐらい。もう夜ですけど。夜になっちゃう。だそれで寝るしかない。いやいや、意味がわかんない。もうまだ7時だけど。いや、だからもう2教科で終わるときもさ、まあ、3教科目は結局入れず、就寝。いやいや、まあ、まだ7時だよ。夜中までまだまだ時間あるわけで。まだ半分しか勉強できる時間使ってないけど、その後はどうなの？あとは。夕飯は？あ、夕飯食べます。7時、はい、8時ぐらい、うん。で、数学で3、4時間。違う、だからそのご飯食べた後は。ご飯食べた後も やります。何を？どれぐらい？1時間、2時間。少ない少ない。1時間2時間じゃない。だからそれで、それもだから数学とか、もうちょっと進めたいなって思った時。うん、で、物理科学。でも、いや、数学、英語、数学、英語です。それでまた3、4時間、どっちかにかかっちゃう。うん、で、それで進んで3、4ページって。過去にだってやった問題にそんなに時間かけてて、まあ、初見意外に多いんで、いやいや初見なんかないでしょ、だって大家の部分何年やってると思ってんの、あ、まあ大家は初見なんかないじゃん、数学は初見が多いから、じゃあ英語は何、覚えられないってこと、なんで同じの何度も何度もやってるの、ああ、何度も何度も同じ問題解いては同じ解説を読んでいるのになぜそんなに時間がかかって、だってもう読んでるんだったら3時間なんかかかんないじゃん、もう知ってるんだから書いてること数分じゃん、そんなの、なんでですかね、なんでですかね、わかんない、わかんない、だってもう内容も覚えちゃってるんじゃないの、普通に考えたら記憶にないわけ、何度読んでも、いや うん、そんなわけではないけど、だアウトプット力が弱いじゃないですか、アウトプット力とは根本的に、いやだから同じパターンで出されないとなかなか解けない、英作文とかみたいに、まあ、さらな状態である、ボタンに出てる、でもだってその大岩は同じ問題なわけで、何に時間がかかるの、そしたら覚えちゃってるし、大岩自体は終わってるけど、だから別の問題で別の形式になった途端全然ダメ、いやそれは分かってるよ、それだから別の形式で別の問題はやってないわけでしょ、別にその勉強してる時間は、そうですね、3、4時間はだって同じ大岩の問題を見てるわけでしょ、うん、何にそんなに時間がかかるの ?1 ページに1時間。だって同じものを見てるわけじゃん。同じ参考書を見てるわけだから。アウトプットも何もないじゃん。もう覚えてるでしょ、それ普通に考えたら。でも覚えてないってことだよ。そうですね。そうですね。で、それをまた同じ問題を解いて、同じ解説を読んで、1時間かけて、1ページ読んで、で、また忘れるってこと?また読むときには覚えてなくて、ゼロになってるってこと?なんて言えばいいか。理解ができないよ。だから、なぜ同じものをずっとやり続けてるのか。まあだから僕問題集長文編やってるの分かんないから、このまま同じもんでやってもぐる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 回ってしょうがない、一旦問題集切り替えて、まあ長文編に入ってあえてやってるっていうのはそこですか、ね、長文編は何初見で解いてるの、それとももう過去に解いてるの、あでもかなりまだ初見です、でそれをやってまた時間かかる、まだまあできるっていう状況では当然うん、それは無理でしょ、だって俺はあの一番初めの英文法すら理解できない人が長文やったって分かるわけないじゃない、まあ、あとは単語帳をやっぱりやるのがすごい気が、うん、どういうこと、単語帳をやってないってこと、そうですね、やっぱ止まっちゃいましたね、一時やってたんですよ、22時には必ず単語帳を見る時間って決めてたんですけど、やっぱ止まっちゃった、3ヶ月ぐらいは通じてたんですけど、何の単語帳、ベーシック、シスタンベーシック、シスタンベーシックも何年やってんだよ、もう2年半1ヶ月で終わんなきゃいけないんだよ、もうそれ2年半でやって3ヶ月で止まっちゃったって、それでだってさ勉強してない時間もめっちゃあるでしょ、普段だって動画めっちゃ見てるじゃん、 YouTube の Twitter もやってるしさ、そうじゃなくて、ね、あれはどういう風にな時間でやってんの、隙間時間じゃないと思うけどな、だいぶやってると思うけど、でもじゃあその SNS にかけてる時間1日どれぐらい、あとこれが一番の問題かもしれない、
SNS に時間かけてる時間そう答えないとほらまあむっちゃけ同時進行で動画見たりとかもしてるんで勉強しながら、はあ、5、6時間ぐらいは5、6時間 SNS にやってる。だから YouTube です。いやいや、関係ないよ。YouTube だろうとなんだろうと。5、6時間、それ遊んじゃってもう最悪だわ。これね、問題なのは私のその性格上の問題で、全く音がない状態になると、独り言始めちゃう。独り言に3時間だったと。意味がわかんないけど、別に。部屋で独り言を話して勉強止まっちゃって3時間。勉強しながら話したいじゃん。その勉強の内容をブツブツ言いながらとか、音読して。いや、勉強の内容関係ないことを独り言3時間やっちゃう。こういうような会話的なものを一人でやる。だからよく家族に言われるお前誰かと喋っとんのか。喋ってないですけど、別に。うん、まあ。知らんけど、それは知らんけど、別に独り言をずっと言う人はいるけど、別に勉強の内容をやればいいし、まあ、別に独り言喋るから勉強ができないってことはないわけで、慶応の最年少教授だった人も独り言ずっと言ってる人だったし、そうなんですか、独り言言ってて3時間って言うと結構あります。ちょっと意味が分かんないけど、ただそのとにかく YouTube に時間取りすぎでしょ、どう考えても。それしかもだって聞き流してるわけじゃないじゃん、あなたがっつりコメント書いてるわけで、いろんなチャンネルに。あんま出してないんじゃない、あんましてないわけないでしょ。他の人に比べたらよっぽどしてるわ。タイムスタンプとかくっつけてるわけだから、ちゃんと聞いてるわけで、勉強してないわ、そんなの。まあだからだいぶ勉強してない時間も長いし、プラスで勉強してても同じことをずっと繰り返してるってことね、はい、忘れちゃうから。まあその忘れちゃわないためには早くやらなきゃいけないんだけどね。ただ早くやって多分の雑になってもしょうがない。いや雑とかのレベルじゃないよ。そんなレベルじゃないよ。早く範囲学習とかページ最後まで行くっていうのが大事。もう範囲学習最後まで行くじゃなくて何度も繰り返すが大事なわけで、早く。あなたの場合は1日にそんな3ページとか進まないんだったら、それで一体何日かかるのっていうね、終わらせるのに。それでまた戻ってきた時には忘れてる、戻ってきた時には忘れてるを繰り返して永遠に進まないってやつでしょ。それは速度遅すぎでしょ、どう考えても。雑にとかの問題じゃないよ。雑どころじゃない。だってゆっくりやって雑なんだから意味ないじゃん、そんなので忘れちゃう。雑にゆっくりやって忘れちゃうの繰り返しじゃん。それじゃ進まない。ずっと同じところをぐる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 回ってるだけだから、前に進まないじゃんっていう感じだと思います。その2年半なんてさ、1ヶ月で終わる内容を2年半とかやってるわけだから、前も言ってるけどさ、とにかく遅すぎるんだって。1ヶ月で全部終わんなきゃいけない。それを何年もやっちゃってるっていうのが、まあ一番の問題です。なので、それをやってください。本当はやっぱり予備校とか塾に行って、ペースメーカー誰か他人に作ってもらうっていうのが一番いいんだろうけど。うん、でも進まない。この状況ならね。進まないとなると意味がないけど、進まなきゃ。叱られる状況を作ればいいっていうのはあるかもしれない。そういう問題でもないと思うけどな。ちょっと皆さんコメント欄でぜひアドバイスをお願いいたします、うん、アドバイス見ないかもしれない、うん、まあ多分やめた方がいいっていうアドバイスが一番多いと思う、ね、受験はやめろ、就職しろっていうのがいっぱい来ると思う。就職しません、これ載せてください。就職しませんっていずれはしなきゃいけないわけでね。まあ、まあ、今はしない。はい、ということでございました。でもだってずーっと何年もこれ繰り返したら進まないのを歩んでいくのって辛くないと思うけど、ずっと同じこと繰り返してると辛くないの。辛い。辛いんかい。じゃあ変えた方がいいと思うけどね。はい、ということでした。普通にケミちゃんにも言えることだけど、入ってた大学を出ればよかったのにっていうこと。あ、でも俺は出なくてよかったと思います。俺は絶対出ておくべきだったと思ってるけどね。ということでした。ご視聴ありがとうございました。